どうも高井です。世の中を動かす新しい6つの法則、対象となるのはなかなか変わらない定着した習慣や思い込みによる行動で、今回ばったり偶然性の演出について音読していきます。人は偶然に惹かれる。僕たちはすべからず偶然に惹かれる。限りある人生の中では出会う人や情報も限られる。何が自分にとって意味のあることなのか、実は誰も最初から答えは持っていないから、出会い方自体に意味を求めることもある。幸運な偶然とも訳されるセレンディピティとは、何かを探しているときに探していたものとは別の価値のあるものを見つける能力のことだ。人はそうした力が自分にあると信じたいものだし、セレンディピティの結果だと信じた対象には価値を見出すものなんだ。広告 PR コンテンツも同じだ。自然な形で出会ったと思えるコンテンツ、偶然見つけたのと思えるコンテンツ、これに価値を見出す。その逆がいかにも狙われてるかんだろう。今や行動ターゲッティングのテクノロジーは飛躍的に進化を遂げ、閲覧ページや検索ワードの履歴などで行動を先回りされている。例えば旅行サイトを閲覧したり、スキー北海道というキーワードで検索した後に、やたらと航空券サイトの広告が出てくる。スマートフォンの GPS 機能をオンにしていたら、頻繁に地元のマンションの広告が出てくるなどだ。だからこそこの情報にばったり出会った時には何か意味があるんだろうなと思わせる偶然性の演出が重要になってくる。これが2つ目の要素、ばったりだ。戦略 PR に期待される一つの役割として自然な形で潮流を作るということがある。どうだとばかりのプッシュ的な広告キャンペーンではなく、もっと自然な形で生活や社会に寄り添っていく。それは世の中にたくさんのばったりを意図的に起こすことでもあり、バッタリ感のあるコンテンツや動線設計のノウハウが必要になってくるというわけだ。こういう情報がこれからすごい重要になってくると思うので、特にこの偶然性の演出は参考になると思うので、チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。